膨らまなかったよ。膨らみたかった。僕、工夫しようかな。はぐし、ティッシュ、ティッシュくれ。みなさん、こんにちは。こっちゃんです。しまちゃんです。今日は、風船粘土、バルーンスライムをやってみたいと思います。イエーイ、やってました。はーい、中には、魔法の水、あと、バルーンスライムの素、あと、水です。うん、ストローが入ってます。じゃあ、まず、バルーンスライムの素、色ついてる方のやつを取ります。どこに出す？それを、まずこの中に入れていきます。順番にやるから、はーい。ちゃんと持っててね、動かすとこぼれるから。嫌だ。シュッシュ。そして、次に、魔法の水を中に入れまーす。魔法の水触ってみたい。ダメでーす。じゃあ、あ、水の音するね。じゃらじゃらじゃらっつったね。じゃあ、蓋を閉めて、よいしょ。これを一回折って、折った状態でよく揉みます。ここも持ってね。はい、じゃあ次、ひまちゃんのやろうね。ね、お水がこれだよ。うん、じゃあひまちゃんこれ持ってて。大丈夫？大丈夫。風邪ひきました。スーパーポッドベルミよ。うん、ちゃんと持っててね。うん。じゃあ、ね、触りたい。ダメよ、まだ触ったら。じゃあ、ひまちゃん、魔法の水取って。ありがとう。じゃあ、これしっかり持っててね、こぼれるからね。あー、これしまっちゃう。ふうこわ、いくよ。じゃあ、そしたらよーく揉むからね、蓋します。ね、待ってね。よいしょ、まだでーす。はい、よく揉んでー。下、下。うん、そうそう、下ね。はい、ちょっと揉んでください。20秒はやった。約ね、2分間。今から2分を計ります。その間ずっとよ、揉んで、もっともっと。2分揉むよー。よーい。2分も。1。出してみて。せーの。なんか、ちょっと硬い感じ。おー、固まってる。すごーい。あ、すごい。伸びるね。ひめちゃん出る？水じゃない。かな。ねえ、魔法の水のおかげかな、これ。うん、いや、うわ、悪くこだわる。あ、できた、できた、ひまちゃんのも。みゃん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 。もうちょっと入ってるな。もうちょっと入ってる？手が濡れた。これうん、お団子にまずね、丸丸してみて。全部？うん、それで丸丸して。ぺっちゃん、ぺっちゃん、ぐるぐる。うん。できない。ぎゅー、おにぎり、くるりん。そしたらね、おにぎり、キュッキュッキュッって、そう、そっとね、そっとそっと。うん。こうやって？そうそう、おせんべいみたいにそっと。そうそうそう、ひまちゃん、上手上手。できた。そしたらストローを半分、まだまだまだこんな感じで今置いてみて、アメちゃんみたいに置いてみて、そう、そうそう、そしたらこれを半分にぺったんこします。ひまちゃんのもぺったんこする。これ半分ぺったんこして、そう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 。そしたらね、ストローのところにキュッ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 てして、じゃあとストロー空気抜けるようにプープーして、ちょっとひまちゃんの貸してね。すごい、できたできた、すごいじゃん。頑張れー、すごーい。ひまちゃんもどうかな、プンプンしてごらん。もう一回もう一回もう一回。ちょっと待ってよ、ひま、ストローがね、もうすぐ真横やな。もうちょっと横にしてやろうか。
ここでやってごらん、ぷーって。なんか。お、できそう。あれあれちょっともう一回やろうか。もう一回ペタンコしてあげるか。してごらん。お、ちょっとできた。あ、できたー。頑張れ。やりたい。できたー。まだ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 早くやりたい。ピリピリで、笑ってもらったし。あ、いやー、できたじゃん。できた。やばけ。よし、こちゃんどうかな。いきます。せーの、5、4、3、2、1。あれ？あれ？あれ？あー、泣いちゃった。膨らまなかったよ。膨らみたかった。今日はこんな感じで、風船粘土。ちょっとなかなか難しいですが、遊んでみました。見てくれてありがとう。チャンネル登録してください。バイバイ。